おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト。今週は京都市下京区浄土宗龍岩寺住職池口隆法さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。今日も池口隆法さんとおしゃべりをしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日はちょっと、まあ、孤独の話で盛り上がりましたけれども、はい、盛り上がるっていうのかしんみりするしんみりでしたねフリースタイルな僧侶たちの、今の号もテーマが一人と書いてある、一人ですね。そうですね、うん。いや、この僕がよく聞いているポッドキャストがあって、まあ、ちょうどそれでもですね、コロナになって、はい、みんな、まあ、それアメリカのポッドキャストなので、特にそのなんていうのかな、まあ、日本と比べても社交的っていうか、まあ、どっちかっていうとこう、ね、そういう、こう文化じゃないですか、うんうん、なんだけどコロナでロックダウンもあり、うん、みんながいやおうなく自分のその内面に向き合うほかない、うん、そういう時間を持つことになり、それはでも実は、まあ、辛さもあるけれども大変大事な、うんうん、その孤独の豊かさというか、うん、まあ、強がりっていうことではなくて、うん、そのそれをこう味わう大事な期間だったんじゃないかみたいな話をよく。そうですよね、うん、あのお寺関係だと割と飲み会とかをたくさん発生するんですけど、あのコロナ前はあったんですけど、 そういうのが、うん、全部なくなって、ね、全部なくなって自分と向き合わざるを得ないっていう。そうですね、一人飲みするしかないみたいな。そうですね、うん、時期ではありましたよね。そうですね、そうそう、お坊さんで言うとこのコロナでそういう、はい、うーん、宗派村社会の付き合いが減って、うん、そう減りましたね、うん、でその結果これは僕がなんか肌で感じているんですけど、はい、うん、あんまり他のその先輩とか、はい、同じ宗派のこう、まあ、なんていうかな、その村の中のこうあるじゃないですか、はい、こうあの人なんか変なこと、アイドルとかなんか変なことやってるよみたいな、うん、そういうのが気にならなくなって、うんうん、なんかちょっと新しいことやってみようかと思いますみたいな、うん、そういう効果もあったんだなっていうのを感じているんですよね。まあそうですよね、特にやっぱね、あの若手の坊さんとかで YouTube チャンネル始めたりとかっていう人も、うん、多かったし、だから従来の形の布教活動がどうもできないってなった時に、うん、なんかあの形変えて新しいことやってみようよっていう、コロナの中でもできることをやろうよっていうような形に切り替わってきてるなというのは思いますよね、うん、そうですね、そうですね、そういう新たな活動を始めた人もうんうん、多い中で、池口さんは、まあ、アイドルはやってきましたけどしばし、はい、まあ、それも一区切りをつけたんですか。一区切り、そうですね、まあ去年の11月で、まあ、アイドルたちがこのお寺から巣立っていったと、うんうんうん、まあうん、まあそこにはやっぱりいろんなドラマがあったりはするんですけど、はい、一応まあ体裁としては、うん、このお寺を巣立ってより広く仏教文化を伝えていくための活動をすると、うん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 、今一箇所のお寺に縛られる活動じゃなくって、うん、あの社会全体に対して仏教っていうのをより
アピールしていきたいというような立場で、うん、まあ、そういう考え方のもとに巣立っていって新しいユニットとして今活動してます、うんうん、みんなのアイドルとして。そうですね、うん、より多くの人に仏教が伝わっていくようにっていうことですね、うん、で池口さんもまた、こういうタイミングでちょっとこう始めたこととかもあるんですよね、はい、そうですね、まあ、去年は職人さん、はい、職人さんの、あ、職人さん、うん、去年一昨年ぐらいから、まあ、職人さんたちと一緒にいろんな仕掛けをするようになってきてるんですけど、でそもそもやっぱりその京都だけじゃないんですけど、職人さん、仏具職人っていろんな地域にいらっしゃって、でそれぞれの地域、例えばその、まあ、有名なのは、有名というかそのちょっと前よく話題になったのがウルトラマンの形した木魚を作った都築さんは三河の、うん、職人さんですけど、まあ、あの三河仏壇を作っておられるその仏具職人のチームがあって、その人たちでウルトラ木魚を作ったと。で、まあ、だからその地域の仏壇っていうのがあるから、それに応じた職人さんたちも、その仏具、三河なら三河の仏壇を作れる仏具職人さんたちがその地域にいらっしゃって、うん、で、まあ、名古屋は名古屋でいるし、で京都にもやっぱり京都の職人さんたちがいると、うん、で、まあ、全国どこ行ってもやっぱり職人さんたちが今潤ってるかっていうと、いやー厳しいですよね。厳しいでしょ。仏壇は本当に大変だと思います、ね、で仏壇自体が売れないし、うん、で売れても中身中国製だったりとかすると、そうです、ね、日本の職人さんにはお金が落ちないので、うん、でまあそれは時代とともに産業も変化していくのは当然だから、うん、必ずしも職人さんたちの生活を守らなきゃいけないわけでもないんだけど、だけどそのまあ仏具文化がなくなるとお寺ってそもそも成り立たなくなるっていうか、うん、漆塗ったりとか仏像彫ったりとか、あるいは金箔をしたりっていう職人さんたちがいなくなると、お寺の維持自体が難しくなっていくし、うん、で、まあ、仏具あの仏壇、あ、そうそう、僕らがどんなありがたい話をしたとしても、そういう職人さんたちがいらっしゃらなくなると、日頃拝んでもらう、家庭で拝んでもらう、拝んでもらう仏壇とか仏具とかっていうものが生み出せなくなってしまうし、うん、それはやっぱすごく損失だし、でもそれは仏具文化っていうのはその お寺だけのことに限らず、やっぱり、その漆塗ったりとか箔押したりっていう、そういう技術っていうのは日本がまあやっぱり世界に誇るべき伝統的な技だと思うので、うん、だからまあお寺の発展とか、その龍岩寺の護持とか、もう私自身の生活がどうこうとかいうことは抜きにして、まあ、世界に対しても日本の誇るべき技っていうものを残していくために、うん、やっぱりちょっとここは再組織して、職人さんたち再組織して、何かしらこの技っていうものを現代に伝えていくっていうことができないかなっていうことを何年か前から思うようになってて、まあ、それはまあそのフリースタイルのソロ立ちっていうのを2009年8月に立ち上げて、で、まあ、その頃からまあ割と若手の坊さんたちといろんな新しいことをやるようになって、うん、でまあね、いろんな 志ある若手の坊さんたちが同じ時期に活動それぞれ始めたりとかしてた中で、仏教に対する親しみっていうのは割と広く持たれるようになってきてると思うんですけど、うん、うん、だけどやっぱりその日頃拝む形がないと、うん、拝むアイテムとか、アイテムってまた怒られるんですけど拝むアイテムとかがないと、なかなか日常生活の中に落ちていかないので、うん、そこの部分はなんとか、積極的に、まあ、アシストしていきたいなっていう思いを持っていたので、まあ、数年ぐらい前から職人さんたちといろいろご縁を結ばせていただきながら、2年前に、まあ、仏具系ポップユニットっていう、うん、ものを作って、今それを仏仏部っていう名前で呼んでるんですけど、
だからまあそこにはまあ職人さんだけじゃなくってメイドさんがいたりあのアナウンサーがいたりとかっていう形で、うん、まあ、女性たちのにぎやかしの力も借りながら職人さんたちのしっかりとした伝統の技をうまくポップに見せていくっていうような活動を始めてます。まあ、特に今年に関して言うと、うん、念事仏をご自身で彫っていただこうというような試みをやってまして、でそれまあお寺の本堂でやってるワークショップなんですけど、まあ、通常ワークショップっていうと、まああの、まあ、漆塗り体験とか金箔押し体験みたいなことありますけど、まあ、それだけにとどまらず全4日間なんですけど、まあ、木彫りの仏さんを彫って、漆塗りの、まあ、その漆塗りも体験してもらって、それが2日目 で3日目に箔押しをしてもらって、4日目には宮大工さんと一緒にお寿司を作って、うん、で最後お寿司を作って飾り金具も売って、そして最後私が開眼法要をして、まあだから本当にあのお魂の入った仏さんを持って帰ってもらうっていうような、うん、もうだからどっちかっていうとものづくりというよりも宗教体験的な、そうですよね、うん、ワークショップをこの秋から始めて、で全4回で、10月11月12月1月で第1期が終わるんですけど、まあわずか定員6名っていうこともありますけど、あのでお金はしっかり10万円近く、うん、まあ、それだけやっぱり職人さんの手を煩わせることになるので、うんうん、いただくんですけど、すぐにあの申し込み、うん、完売して、うん、で今第2期第3期まで予約が回ってるような状況なんです。でもこれやっぱその職人さんたちにとっても大きな手応えだったみたいで、すごく喜んでくださってるし、まあ、やっぱ自分たちの技術がこうやってその世の中に必要とされてるっていうのを実際に感じられるっていうのは、まあやっぱりね、やっぱりその職人さんたちなかなか仕事が今入ってこない中では大きな光になってんじゃないかなと思いますし、まあそれと多分これコロナ以降の社会だからっていうこともあるのかなと思うんですけど、うん、まあ、コロナになってで、まあ、祈りっていうことがよく言われるようになって、うん、でそれ以前からあのこのブツブツ部がこの秋から始めた念事仏造流教室の前に、まあ、仏師の先生と、もう 2,3 年になりますけど、普通 の彫刻体験はやってたんですけど、彫刻体験は1日で終わる教室、それまでそこまで毎回満席ってことなかったんですけど、もうあのこの1年ぐらいはずっと満席が続いてて、今も来年5月の予約まで全部入ってるような状況で、だからあの拝む対象を身近に欲しいなっていう方がすごく増えてるなと。そうなんですね、うん、でその念事仏の教室も仏像の一日彫刻体験教室も、来られるのは関西とかだけじゃなくって、うん、結構関東とか、うん、四国とかいろんなところから来られてて、だからあのもうなかなか他ではできないのでここでやってます、あのここに習いに来てますみたいな方もあるんですけど、まあ、そんだけなんかすごく注目をいただいてて、へ、うん、でこういうワークショップって別にここだけじゃなくって他の地域でもできると思うので、ですよね、うんうん、広がってったらいいなとか、うん、でも意外と今までなかったのかもしれませんね。多分ないんでしょうね。で、まあ、職人さんたち束ねてお寺の本堂でみたいなことはなかなか多分あの、うん、その、うん、仏師の先生だけとかならあっても、うん、あの、うん、職人さんたち何人も一緒になってワークショップをやるっていうことは多分なかなかなかったんじゃないかなと思いますけど、うん、そうか、なんか ファミマの入店音みたいな。あ、そうそう、これあのファミマの入店音、まあ、ファミマよりもここのお寺の方がもしかしたら最近使ってるかもしれないですけどどっちがパクったか分かんないですけど、これただ単にあのあれですけどね、あのパナソニックのインターホンの音の、 あ、そうなんですね、そう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 なんだそうそうそう
ん、すいません全然違うあれ話になっちゃったんだけど、あの池口さんは仏教って言った時に、はい、あのまあ今日までのお話で印象的だったのが、割とその祈りとか、はい、大学ではねそのまあ学問として仏教学に触れたりとかしつつも、はい、でもなんかこう日常の中の身体的な、うんうん、その習慣として何かをこう形にしていくっていうところを結構大事にされているのかなっていう感じがしたんですけど、まあ確かにそれはあるかもしれない、ね、まあね、仏壇だってもちろんそうだし、その、うん、こう日常の中にねその祈りをこう、あ、そうそうそう、いやでだからそこあのっていうかあのそこを改善しないと、うん、あの、うん、仏教とかあるいはお寺文化とかっていうものがもう一回あの取り戻されていかない、いつまでも縁遠いままになるんじゃないかなって思っているので、僕自身はどっちかっていうとあの仏教ってものを思想的に突き詰めていく方が好きではあるんですけど、うん、ただそういう人は多分珍しくって、どっちかっていうと、まあ、生活の中に、まあ、かつてねあの 朝仏壇に手を合わせて生活をスタートするっていう、うん、ライフスタイルでしたけど、それが今その仏壇のある家が少なくなって拝む対象が身近にないと、どうしたって 仏教に対してお寺に対して身近に感じてもらえないので、うん、まあその仏具の形をとにかく変えないとどうしようもないなって、その生活の中に仏教ってものを落とし込むことができないなっていうところはすごく思ってるので、だからこの10年ぐらいの課題は新しい仏具の形を作るっていうのが割と僕の中の大きなテーマですね。でまあ仏具だけじゃなくて、さっきあの前回か前々回かに、うん、クリスタルボールとお経のセッションの話しましたけど、だからお寺であの音を楽しむっていうようなことに関してもちょっと展開はしていきたいなと思っているんですけど、そうそう、だからいろんなものの形仕組みを変えていくこの10年でありたいなっていうふうに思っててね。で特に今先に着手してるのがあの仏具、うん、日常の中の日常の中に仏具が自然に入り込んでいけるような、うんうん、ところに持っていけないかなというのを思ってますね、うん、だからそう生活の中の仏教語とかってよく言うじゃないですか、はい、挨拶にしても玄関にしてももともと仏教の言葉だとかって言いますけど、うん、まあ、それぐらいなんか仏教って身近にあって生活の中に入り込んでるのが、まあ、言語においてはそうだし身の回りのものに関してもそれぐらい入り込んでてもいいのかなって、うんうん、でそっからそういう日頃の生活があった上でお寺で手を合わせると、うん、割と自然とお寺の空間に入っていけるのかなと。今多分なかなか法事でお寺に来てもどう過ごしていいか分かんないとかいう人多いと思うので、うん、だからもうちょっと日常から仏教的な何かに包まれてながら生きてるっていう方があの生活のあ、まあ、レベルっていうか、まあ、精神的な意味で、うん、あの生活の質が上がっていくのかなって思ってるんですけど、うん、そうなんですね。あのこう頭で分かる仏教というよりも、はい、うん、感じる仏教とか、まあ、日常の中で、うん、身をもってこう親しんでいく仏教っていう、そうですね、うん、うん、生活の中にも溶け込んでるっていう方が、うん、でそれも感じながら生きてるっていうようなところに持っていける方が面白いかなって、うんうん、思うんですけどね、うんうん、だからその昔はその仏間で仏間をその生活の家を建てる上では仏間を中心に設計しましょうみたいな、で、ね、うん、で仏間を中心に生活をしましょうっていうのが僕らが子供の頃
ぐらいまで言われたと思うんですけど、うん、今家庭の中心でリビングなので、そうですね、仏間ないですもんね、仏間がない家の方が、ね、うん、圧倒的だと思いますの で、 でそれよりはまあどんなリビングにするかっていうことの方が、うん、引っ越したりとか家建てたりとかする時の、 あのメインの関心だと思うので、うん、それだったらもうあのリビングにでも置いて違和感ない、むしろ置きたいなと思ってもらえるような、うん、あ仏堂だったりとか仏具っていうものがあると、それはそれでリビングの彩りがより深みがあっていいのかなと思いますし、うん、でだからあの最近始めたその念持仏造流教師で作ってもらうお地蔵さんとかそのお寿司っていうのも、まあちょっと リビングに置くものではないにしても身近に置いてて全然あの違和感ないようなおしゃれな感じになっているので、うん、だからまあなんかそういう形で形に、そうそう、従来の形、仏壇の形はこうだっていうことにこだわるんじゃなくって、うん、まあ仏教が持ってきたその心っていうか実りっていうか、まあ、そういうものが生活の中に溶け込むための技をだというふうに理解して、うん、その職人の技がうまく現代に使われていくような形を模索していく、うん、まあ、それをちょっとやりたいなというところですね、うん、じゃあまあ興味のある方はちょっと予約が取りにくそうですけど、本当予約取りにくくてね申し訳ないんですけど、うん、はい、まあ、ただあの随時ウェブに載ってますし、はい、ツイッターとかでも随時あの、はい、情報更新してるので、うん、ご覧いただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
Thank you.
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。